According to Wikipedia and Orthodox Japanese archaeologists, it writes about Jomon Dogu as follows. Dogu, meaning earthen figures, are small humanoid and animal figurines made during the late Jomon period, 14,000 to 400 BC of prehistoric Japan. A dogu come exclusively from the Jomon period. By the Yayoi period, which follows the Jomon period, dogu were no longer made. There are various styles of dogu depending on exhumation area and time period. According to the National Museum of Japanese History, the total number found throughout Japan is approximately 15,000. The purpose of the dogu remains unknown. Again, the purpose of the dogu remains unknown and should not be confused with the clay haniwa funerary objects of the Kofun period. In this video, I, Hiroshi Hayashi, claim that one of dogu excavated in Sannai Maruyama, Aomori, Japan, is Ninful Sag in Sumer and Het Ho in Egypt with its evidence and proof. 日本の土偶、今日はその土偶の中でも青森県三内丸山遺跡から発掘された道具について、それが誰であるか証拠を添えてこの動画の中で考えてみたいと思います。広志林浜松シティジャパン。林広志のナスカ理論によって一つ外堀を埋めておきたいと思います。メキシコのポポカテペティ山です。拠点中の拠点です。そのポポカテペティ山からナスカに線を引いてみます。これがポポカテペティ山です。ギザのナンバーワンとナンバースリーのピラミッドの外の頂点をつないで90度で線を引きますと、このポポカティペティ山にやってきます。そしてこのポポカティペティ山からナスカに向かって線を引きます。この黄色いラインがその線です。するとその線はナスカのグランドクロスの十字架縦線を正確に横切ります。つまりそれだけ重要な拠点であることをこのラインは示しています。もう一度やってみますから、皆さん注意深くご覧ください。左上から右下に引いたラインがポポカティペティ山から引いてきたラインです。つまりナスカのグランドクロスの縦線は正確にポポカティペティ山を示しているということになります。では横線はどこへ行くのでしょうか。で、横線を引き、奇襲角を求め、その角度に従ってと言いますか、その方向に従ってラインを引いてみます。奇襲角は 68.59 としました。まあ、ほんのわずかずれただけでも先方で大きなエラーとなりますから、正確に求めてみます。で、この黄色いラインが左下がですね、ナスカから引いてきたラインで、それは南アメリカを横切って、大西洋を横切って、そしてアフリカ大陸へとやってきます。この黄色いラインがそのラインです。そしてそのラインはエジプトのエトフのホルス神殿の方向に向かうことがわかります。で、そのホルス神殿には何かがあるということになりますけども、視点を下ろしてみます。このナイル川沿いにですね、まあ、やや大きな都市が見えます。この
都市のやや右上ですね、ナイル川のほとりにそのホルス神殿があります。エトフという町です。これがそのホルス神殿です。ホルス神殿ですね。他にこのライン上には目立った拠点もしくは遺跡がないという点で、ナスカのグランドクロスの横線はホルス神殿の方向を示しているというふうに私林博氏は判断しました。がもう一つ心配なことがあります。反対の方向を示している可能性もあるわけですね。でナスカに戻って今度はナスカそのラインのですねから 248.59 つまり正反対の方向にラインを引いてみました。この黄色いラインがナスカから 248.59 度で引いてきたラインです。その線は正確にフィジー島を横切り、そしてあのウラウン山へとやってきます。ウラウン山ではややエラーが出ます。つまりナスカのグランドクロスの横軸は西はウラウン山の方向を示しているとも考えられますが、ややエラーが出るという点で今回は割愛します。ホルス神殿に戻ります。ホルス神殿、その象徴的な神がですね、この鳥頭人間、長頭人間ということになります。ホルスです。でそのホルスの妻がハトホル、ハトホルということになります。ホルスですね。そしてその妻がハトホルということになります。女神です。右がそのハトホルです。ホルスの妻ですけども、この顔に注意してください。髪の毛に注意してください。その顔はペルシャのニンフルサグと酷似しています。あまりにも酷似しているので、私林博氏はひょっとしたらこれはニンフルサグではなくてハトホルの間違いではないかという疑念も持っています。それはともかくも、ニンフルサグのシンボルマークは髪の毛を模したオメガマークということになります。今ご覧いただいているのがニンフルサグのオメガマークです。ギリシャ文字のオメガに似ているところから、ニンフルサグのシンボルマークは一般にはオメガと言われています。でそのニンフルサグとですね、青森県三大丸山遺跡で見つかった土偶と比較してみます。上がエジプトのハトホルです。そして下が三内丸山遺跡から発掘された土偶です。耳の位置に注意していただきたいと思います。逆三角形の顔をして、耳がですねその頂点のあたり、つまり顔から離れた位置にある点に注意してください。日本とエジプト、その間の距離のことを考えるならば、これはもう偶然の一致とは言えないのではないでしょうか。まあ、ともかくも左から2人目がハトホル、そしてその右がニンフルサグということになります。以上のことを考えると、ハトホルイコールニンフルサグということになり、そしてその顔からして三内丸山遺跡で発掘されたこの土偶はニンフルサグということになるのではないでしょうか。さらにこんな興味深い事実もあります。ニンフルサグです。そしてその下がエジプトのハトホルです。そして日本の縄文ヴィーナスです。顔の中心線に比してですね、耳が異様に離れている点に注意してください。なおこの縄文ヴィーナスについて、長野県の茅野市の考古館の方では、これは耳飾りであると説明しています。まあ、ひょっとしたら古代の女神たちはこのような耳をしていたのかもしれません。顔から
異様に離れた位置にあり、そして人間と比べてですね、やや高い位置に耳があるということです。もっともこの程度でしたら皆さんはまだ満足なさらないかと思います。ニンフルサグです。この白枠で囲ったのがニンフルサグです。だんだんスカートを履いています。だんだんスカートです。だんだんスカートがニンフルサグの特徴であると言われています。ニンフルサグについてはウィキペディア英語版の方では次のように説明しています。翻訳しておきましたのでどうかお読みください。ニンフルサグというのはですね、つまりアヌ王の娘ということになりますが、延期、つまりプロメテウスの姉でもあり妻でもあるという立場にいました。まあ、神々の世界のことですから、人間の世界における親子兄弟関係の概念は当てはまりません。姉が妻になるケースはいくらでもあります。ともかくもニンフルサグ、そして延期、この二人が力を合わせて人間を改造したというふうに私林浩司は判断しています。ともかくもニンフルサグと延期エア、つまりプロメテウスの関係はそのような関係にあります。冒頭で説明しましたウィキペディアの方ではわざわざ土偶と埴輪を混同してはならないというようなことが書いてありましたけれども、日本にはこのような埴輪も残っています。この埴輪の手に注意してください。スルッと曲がって指がないように見えます。そしてだんだんスカートを履いています。その
コンセプトといいますか、同じコンセプトを持った土偶が実はエジプトのナイル川沿いで見つかっています。これがその土偶です。イランでも見つかっています。この土偶の手の先に注意してください。スルッと曲がって、そして指先がないように見えます。そしてまあ太い腰ですね。そして右がメソポタミアで見つかっているニンフルサグ像です。やはり手の先がぐるんと曲がって、指先がはっきりしない点に注意してください。そして大変太い腰をしているということですね。そのコンセプトは左3つのエジプトで見つかっている女性像なるものと一致しています。足の先も一致しています。つまり左3体は女性像ではなくて、つまりニンフルサグ像ということになるのではないでしょうか。そしてそのコンセプトが日本の埴輪へとつながっていきます。人間らしからぬ顔ですね。そしてこのような像も見つかっています。これはイランで見つかっている像ですけども、やはり私林博士はニンフルサグ像を表現しているものと判断しています。ともかくも日本の埴輪にはこのような像も残っている、イコール日本とそしてエジプト、メソポタミアとの深いつながりを示しているということになるのではないでしょうか。つまり埴輪も土偶も一体となってペルシャそしてエジプトとつながっているということです。分けて考える必要は全くないように思います。イコール日本の埴輪、土偶その一部ですけども、中にはこうした像もあり、ニンフルサグを表現しているものもあるということになります。Bye for now. One, two, three, four, Jo, 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 Monjin. Five, six, seven, eight, Jo, 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 Monjin. One, two, three, four, Jo, 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 Monjin. Five, six, seven, eight.Jo, Jo, 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 Monjin.